ヘボスだ、ユーピーだぜ。今日ご紹介するのはね、おしゃれなやつでございまトゥースね。ババン、はい、見た感じでミニチュアのリンゴみたいな、あ、ストラップですかみたいな思うかもしれないんだけど、違うんですよ。これね、本当に果物みたいに皮を剥いて火をつけるキャンドルなんですよ。え、何その発想、おしゃれかっつって。なんか調べたところによるとね、タイの職人さんがね、一つ一つ手作りで作ってるキャンドルみたいですよ。はい、外したけどね、こんな感じです。なんか匂いはビレバンって感じ。行ったことある人は分かると思うんだけど、なんかビレバンってさ、なんかこうおしゃれなアロマみたいな匂いするじゃん。あれ、じゃあ早速使おうと思うんだけど、なんか最初にここをね、チョッキンとするんだって。はい、こんな感じでね。でね、まるで本当のリンゴのように皮を剥くらしいんですよ。こんな感じでビリビリ剥いていきます。すごいすごいすごい。え、待って、なんかめっちゃリンゴの匂いする。皮剥いたらリンゴの匂いになったよ。あ、すんげー。はい、じゃあね、火をつけてみたいと思います。 GO。ついた。かわいい、無理、超かわいいんですけど。何これは、ちょっと おしゃれすぎるな。まあなんていうの、普通のキャンドルと違ってすぐには使えないじゃん。この皮を剥くという工程が必要だけど、ただその皮を剥く作業がすごい、あ、楽しいって思うかどうかの価値観、そこだよね。まあ俺はね、その剥く作業、まあ楽しいなと思える人なんで、まあいいかなと思いました。これはね、ニミティットさんのフルーツアロマキャンドルということで、調べたらアマゾンでもね、取り扱ってたんで、概要欄貼っときます。で、リンゴ以外にも梨とか桃とかオレンジとかね、いろんな果物がラインナップされてたんで、ぜひ皆さん自分のね、好きな果物のね、このキャンドルを買ってみるといいと思います。ということで、今日はですね、こちらのめちゃめちゃ可愛い、フルーツアロマキャンドルのご紹介でした。みんなも買ってみてね。ペロン。あ、すんげー。